カルネアデスの船板は松本清長の短編小説。文学界1957年8月号に掲載され、開題の上、1957年12月に短編集、サシャの船板収録の表題作として、菊間書房から刊行された。後に当初の題に戻されている。1962年1968年にテレビドラマ化されている。 久村武次は歴史家の教授であった。久村は終戦後、進歩的な遺物主観を展開し、日教祖から喝采を浴びていた。歴史教科書の執筆担当になった、彼は教科書会社から莫大な収入を得て、田園調布に自宅を建てた。久村は公園旅行の際、かつての恩師、大鶴慶之助を訪ねることを思いつく。大鶴は戦時中、 国家的な歴史観を講じたことが原因で大学を追放されていた。大鶴は、クムラに大学復帰のための運動をしてくれるよう懇願してきた。かつての恩師の卑屈な姿勢に自負心をくすぐられた、クムラは大鶴の求めを承諾する。復帰した大鶴は、進歩的論者へと急速に変貌した。クムラは、昔の豊かな生活に帰るためになりふり構わぬ。 恩師を冷ややかに傍観し、笑っていた。しかし、大鶴が参考書を頼まれるようになり、久村に追いついてくると、次第に大鶴は、久村にとって面倒な存在になっていった。時代が変わり、文部省は、左よか変更の教科書を不合格とするようになった。久村は進歩学者を返上収翼に変えろうとしたが、その矢先、大鶴が、いち早く展開を宣言する。教科書。 参考書の執筆による豊かな収入を失うことを恐れた久村は、大鶴の追い落としを画策する。1962年5月17日と5月18日、NHK の松本成長シリーズ、黒の組曲の一作として2回にわたり放映。ドラマタイトル、黒い罠。1968年6月28日。 日本テレビ系列のサスペンス劇場は国手放映。ありがとうございます。